SB オスナ、ヤラカス。元メジャーリーガーで、現在は日本リーグの福岡ソフトバンクホークスのクローザーであるロベルト、オスナ投手が、シナロアでの試合中の喧嘩の後、アマチュア野球選手から、殺すぞ、とソーシャルメディアに投稿されたことを告発され、問題となっている。アバロテロスチームの選手であるアントニオ、アベナ氏が Facebook で言った公開告訴によると、事件は先週の日曜日、9月1日にシナロア州ロスモチスで発生したロベルト、オスナの父親が、監督を務めるフアン・ホセ・ユースのチームとの白熱した試合中に口論が勃発し、急速にエスカレートした。その乱闘に対し試合後オスナがアベナとその家族に対し殺害の脅迫を行ったと主張されている。また、試合中の口論中にロベルト・オスナの父親に殴られたと述べ、ロベルト・オスナの父親を非難した。アメリカ帰ってまで何してんだか療養してないのか。オスナ契約解除できるかな。起訴されれば当然契約不履行になるだろうし来期は抑え取りに行けるな。オスナ行方不明だったから久しぶり名前聞いたと思ったら裁判にかけられてて草。ガチで今オフライデル取りそう。10億はどこに行くんや。オスナ脅迫白さ。また強奪するだけだもんね。オスナ怪我で暇してるからってあかんよ。美しい球団。